まあ、ブースによって違いますのでね、あのそこら辺は調整してます。ディンタン、タカディンタン、タカディンタン、タカディンタン、ハロー。どうしました？どうしました？ハロハロ？アロハロ？クエストハロ？クエストハロ？ハロ俺だったー。ごめんなさーい。クエスト貼ってねえよ。普通にハロ？わらわら。ハロ？なんでなんか英語なまりのハローが来たんだなと思って。何もいらないわら。何するつもりだったんですかね。何するつもりだったんでしょうね、本当に。普通にハロ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 つって、やる気ねえ。ケルビー行かない。ケルビー行かないです。じゃあ、合ってるよね、間違ってるね。うん、ケルビーつまない。やめてやめて。さあ、2人とも準備ができたので、とりあえず見ていきたいと思います。さあ、見ていきましょう。まずは、ヤノハさんの方から、こちら、防御力106。そして、弓で、そうですね、貼り付き鉄人が入ってますね。はい、そして、福禄さんはこちら、はい、ダチュラホンで、笛ですね。こちらは88。そして、射撃術と、猫の毛繕いとなっております。パンダの方は、こちら、はい、96の、着地術ですね。はい、という感じで、こんな感じで、そうですね、アッシュ夫婦の縛りレベル6となっております。さあよろしくお願い。よろしくお願いします。モガおね。飯抜きでいいんだよ。飯忘れるとこだった。はーんだけ。もうはーん。さあスタートとなりました。そこまでデフォになってる感。いやいやいや、毎回忘れるんだってこれ。適当に歩いたり、特にあのクエスト貼り忘れとか、もう 200% の確率で、なんだっけ、飯を忘れそうな勢いなんですよ。うん、それで飯忘れると精霊の加護がつく可能性がワンチャン減るんで、できればそれをなくしたい。さあ2人とも入ってきました。ではまずは張り切ってジャンピングからの一撃。さあパンダが入りまして、方向リングは避けきらず福禄さん増した。パンダは嫁の方からの取り付け入りまして、陸上からネオンさん攻撃入ります。さあ火炎球ギリギリ目の前を進んできますが、福禄さん大丈夫でしょうか。さあ後ろから何か来ている。さあ夫が来て、いやーやばいやばいやばい、なんか今通り過ぎました。あぶんな。今目の前からいきなりワンアウトするパンダでありましたが、ギリギリのところで間に合ってきます。さあ目の前からおっと旦那の方がパンダの方を向き直している。こっちの方でグネグネと S 字をしながら歩いてきますが、いきなり旦那の炎に嫁が当たって怒っている。正面から止まって、そこでザマソルト横ザマ来るか。ガブリンチが続きます。さあここで再び攻撃、ヤノハさんの方に来た。そして上から後ろからの泣き払い炎、ヤノハさんがいった。今のは風圧からのコンボでしょうか。見えてしまいました。さあそのまま突進が旦那方から来そうです。さあパンの方に戻りまして、キャッとフェイントが入っている状態から袋さんの方に行った。火炎球がもう一回パンダを襲う。袋さん真正面からなんとか避けつつ、ここから再度攻撃、やつの頭に取り付きたい。さあ2回目のスタンプバックコインからのホーゴリング。さあここで泣き晴れとともにパンダたち動けない。タイクルが入ってきますが、袋さんが大ピンチだ。キックが入っている。まだまだ、おっと旦那に持ってかれた。さあパンダもやばいか、ギリギリセーフ。さあまだなんとかなっておりますが、今度はパンダの方に火炎球が続く。嫁が一回落ちてくるか。パンダの HP がないだけど、モンハンはが2アウトからがモンハンです。さあここで戻っていきたいところですが、回復の方も入れて、そして正面から突進が来るか。フルリンパ回復の方もなんとか間に合って、パンダ上の方から火炎球が嫁の方を縦にして、なんとか生き残って、そのまま目の前から何かが通り過ぎていった。さあこのままホルマットを入れていきたいところ、3回のホルマットを入れて、そして目の前からのなんとか火炎球、嫁を縦にしてパンダ生き残る。さあここでもう1回トップの方がダンディング入りまして、ナノハさんがサッカーボール。さあヤノハさんが空へと飛び上がり、ダンディングの上の方に来ますが、嫁の反撃は夫を襲う。さあ夫が戻ってきたところにもう一回ヤノハさんの方に来ましたが、パンの方に向き直した。そのもう一回突進が入って、どっちの方に来ってくるか。さあ2人を突進が入ります。
さあ、ああ、聞こえ、うわっ、そこのまま弾かれていくパンダでありますが、ガブリンチがパンダを襲う。さあ、2回目、3回目、もう一回こっちに来ているような気がいたします。回復も入れていきたいところ。さあ、なんとか間に合っていきますが、振り回していくニャノワさんの HP が大ピンチ。回転しながらパンダ、ニャノワさんの方はなんとか生き残っておりますが、フクロコさんが大丈夫でしょうか。さあ、どん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 投げていくパンダであります。さあ、ここでフクロコさん、画面端に追い込まれ、ニャノワさんが攻撃チャンスを伺っている。さあ、攻撃チャンスがここでもう一回やってまいりました。スタンピングの方はなんとか間に合って、ここで、おっと、シュムから突進、一回ひるんでる状態。フクロコさんがここにいて、ライトオン状態となりました。そして上の方から、まさかの夫は、はい、完全に取り作っている。俺の嫁に何さらしとんじゃみたいな感じで、攻撃を入れておりますが、なかなかそうですね、嫁にしかダメージが入ってないように見えます。はい、残念なスナイピングは夫はできてない模様。さあ、もう一回突進振るか、画面端、何が起こってるのかよくわからないパンダ。さあ、ここにてダウンが入りました。さあ、パンダここで何かよくわからないけど、ほら使ってやるぜ。さあ、ここで思いっきり使いましたが、何も当たってない。さあ、ここでリオレイヤーの方に、はい、ダメージがいい感じで入ったんでしょうか。さあ、拘束されてフクロコさんが空へと舞い上がります。さあ、かなり長時間動けないレイヤーに対し、ガンガン攻撃を入れていくパンダ。さあ、2回目のホームランマット、ほーっとここで先行弾入りまして、かなり旦那の方も受けてない状態だ。さあ、ここで正面から突進くるか、その前にダウンを取った。スタンガンそれに入る。そしてソラーが飛んだ。申し訳ない。さあ、ここでいい感じにダメージが入っていく。そして後ろからヤナナさんのサポート入れつつ、パンダたちの方向リング入りますが、あー、聞こえないが、我々はあスナイピングされて言うてた、笑ナイススナイプ、いいスナイピング初見です、初見さんいらっしゃいませ。縛りのルールあるんですか。あります。はい、縛りのルールはございます。はい、当たる瞬間、笑もう見てくださいよ、この嫁がドヤーつって嫁がドヤーって見てる感じで死ぬ直前です。縛りのルールはですね、上の方に書いてあるように、まず3人のみとなっておりまして、次に半裸というのは頭のみの防御力となってます。あと使えないアイテムも全部書いております。はい、というわけで時間は3分57秒、思ったよりも短かった。俺の中では結構長かったんだけどね。リベンジ行きましょう。はい、計画通り。早速の画面で笑ったダブル、いかがですか。おじまわさんいらっしゃいませこれですよ、これがモンハンですよ。皆さん、タゲ集中スキルさあ、リベンジ行きましょう。はい、フクロコさんどんまいです。リベンジの方頑張っていきたいと思います。ふう、それそうですね、ニコ生の方の初見さん、何か問題がありましたら、質問がありましたら、どんどん、書いてくだされば、こちらの方で見えてる皆さん、そして、そうですね、ツイッチの方のコメントは皆さんね、なんだっけ、普通に画面にも表示されますので、はい、どんどん聞いてくだされば、そうですね、皆さんで答えていきます。サウンサしたくないけど、したら下で画面が見れるから楽しい。さあ、オチバーマンさん、先ほどの、今来たばかりでしたら、先ほどのクエスト、なんだっけ、トールさんのクエスト手伝いに行ったときに、この成功画面です。ご注意ください。これ、クエスト成功画面です。オッケー。よし。行きましょう。あ、ウィンニーさんも来た。ありがとう。よし。ペッパは犠牲になったのだ。さあ、リベンジの方を張り切っていきたいと思います、はい、やっぱいいね、夫婦をね、なんだろう、なんつうの、こう一つの檻にね、放り込んでね、ハンター投げ込むのはね、最高に楽しいと思うんだ俺基本頭のみ装備、戻り足は禁止でいい、今日は何配信ですか。いいですか、基本は頭のみ装備で、戻り玉、小吉玉、キャンプ禁止でいいですか。そんな感じですね、今のところは、縛りはそこまでになってます。ニコ生の方はですね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと見づらいだろうから、ちょっと皆さんにこっちの方を見せしますね。はい、見えますでしょうか。ちょっと見づらいと思いますが、ニコ生のためにちょっと見せますが、クエストによって縛りの内容が違います。
今足夫婦は、うん、戻り玉のみというぐらいになってますが、あのクエストクリアされるために、の縛りがどんどん増えていきます。で、あの長ければ長いほど、クエストがクリアされているということで、理解していただければ OK です。 OK ですか、うん、他に何か問題ありましたら教えてくださいね。さあ、じゃあ普通に張り切ってリベンジの方も頑張っていきますか。さあ、二人ともまた準備ができたので、おっと、小薙さんありがとうございます。小薙さんありがとうございます。小薙さんもしかして、ニコ生の方からかな？もしニコ生の方からでしたら、よろしければツイッチの方で、そうですね、僕のチャンネルをフォローして、で、そしたら下の方に、モンハン凸の、順番待ちが出てきます。そっちの方もちょっと説明させていただきますね。僕の放送見えますよね、ツイッチの方で。下の方に、ここです。ここにモンハンウェイティングリストがございますので、ここが順番待ちのところになってます。で、ここまずね、1回目やるときに赤いマークがありますので、その人みたいな赤いマークをクリックして、で、そこを有効化した後にジョインというのが出ますの で、ジョインされると次にこうやって順々どんどん並んでいきますので、そんな感じでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。OK かな？新しく人来ると盛り上がるな、わら。ねえ、盛り上がりますね。ありがとうございます。一気に人増えましたね。先ほどまでみんなね、集会所にいるのに、みんな、とつまち、普通に Q の方は入らないで、みんなでケルビ狩りしてましたからね。みんな、探索で救援打ち上げて、3人か4人でなんかケルビ殴りに行ってましたからね、先ほど。はい、というわけでちょっと待って、見ていきましょう、うん、そうほっこりケルビ狩り放送ですよ。それもなんか新しい方法でなんかジャンプでケルビ殺せるみたいな、そんなことも教えてもらったからね、恐ろしいわ。よいしょ、詳しい説明ありがとうございます。はい、ドンマイです。精霊王、はい、精霊王ですよ。バカもあるよ。ありがとうございます。バカもあるよ、いいですね。さあ、見ていきましょう。まずはニャノハさんの方から。ニャノハさん、松田び弓状態で、こんな感じで防御力は、はい、96、今回はこんな感じになってます。そしてフクログさんの方はこちら88で、こちら体力、ね、こちらです。あとは任せな。なんだろうこれ、すごい気になる。あとは任せた。エリア、力つけた、偉い。こういうのもあんの、すごい。回復薬がなかったらこれを使うしかないじゃん。セールの加護も張ります。素晴らしい、神スキルじゃん。そしてテオのオルフェイスが入りまして、はい、防御力88になってます。僕の方はいつも通りのこんな感じでハンマーです。さあ、皆さん張り切っていきましょう。クエストは、アーシュ夫婦の縛りはレベル6、よろしくお願いします。モンハン回復きたら落ちる、これは流行るな。モンハン流行らないよ、3回しかできないよ。ご飯、食べたような気がする。食べたような、誰か覚えてる？誰か覚えてる？俺食べた？俺ちゃんと飯食った、飯、イエス、食った。やったね、危ねえ。この確認がなければでないで、また問題ですよね、なんかみんな。ちょっとパンちゃんと食った？ねえ、みたいな。さあ、再び入っていきましょう。おじいちゃん、ご飯食べてでしょ？食べたかな？よし、じゃあ行きましょう。さあ、先手必勝、ジャンピングからのパンダドスコー。さあ、まずは翼に一撃、ホーコリンが避けていきたかったがミスってしまう。夫の方はまだこちらに気づいていません。正面から突進、全状態以上、向こうの戦列を受けました。すげえ、聖兵王の加護きた、かっけ、勝った、勝つる、これで勝つる。あはははは、ヤノハさんがいった、うせやろ。フラグ回収早すぎる。さあ、まさかの状態異常と精霊王のカゴ入らず、さあ一気に旅立ってしまって、まずワンアウト。パンダもペンチ、やばい、死ぬ、待って、待って、回復、スタミナ、フクロウさんが、うせやろ、
うそやろ、回復の効果を買った。嘘だ。すでに回復の効果をパンダは目の当たりにしてしまう。さあ正面から突進、まだまだ続く。さあパンダはスタンピングを何とか頭に入れていきますが、今度はサッカーボール、パンダがサッカーボールです。さあ思いっきり投げられてからパンダ動けず、ここで旦那がちょっと危ないですが、4名に回復されてパンダギリギリ1名を取り留めた。さあパンダの方にもう一回突進が、4名が向かってくる。回復の方は何とか間に合っていきます。さあどうなってくるのか、右の方にモンハンは2アウト、モンハンは2アウトからです。さあどうなってくるのか、正面からおっと向き上がり、上の方に戻っていく。さあで2人2対1、福岡さん大丈夫なのか、なんとかサポート入れてあげたいけど、福岡さんが上からジャンプして降りてまいりました。さあ段の方が様子を見ている、思い切り踏み回していきますが段差が足りない。さあ上の方から止まっている状態でパンダたちのスピードが上がって、さあ右の方からそう上の方に入っていきたいところですが、ホーコリング、さあ動けずにこれはたまらない。ヤノハさん大ピンチ。さあマンドの方の振り向き、追撃の攻撃が入るか、回復の方もなんとか入れてあげたい。さあいかーっと間に合わず。マジかー、強すぎる、強すぎる。瞬殺だった、瞬殺でしたね。いやー強い、さすが夫婦です、さすが夫婦でございます。いやー想定しなかった、強かったですね今回。3分未満強いです。いや恐ろしい強さでしたね。ベッドに粉塵って頑張ってたらスタミナ切そう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 、同じこと、俺も同じことしてた。で、なんだっけ、福禄さんが僕に、なんだっけ、粉塵を使おうとした瞬間に、僕もスタミナ切れてて、あ、これ俺死んだなと思ったら、回復が入ったんですよ。で、その回復で、あ、粉塵投げてくれたんだな、ありがとうと思ったら、右上の方に、なんだっけ、あとは任せたの効果を受け取りましたって言って。わらわら。マジかーってマジかーって思ったマジで。後は任された、我々後は任された。確かに精霊をこれで勝った、一応つながりがパーフェクトすぎる、目の前から見えてしまったからね最後の一瞬も。はい、というわけで皆さん、クログさん&ニャノハさんに多大な拍手をお願いします。2人ともナイスファイトありがとうございました。うわーい、パチパチパチ、いやーいいね、まだまだ壁は高い、道は遠いが、まだまだやれる感じがする。4連勝でしたね。なかなか面白かったです。また次回も頑張っていきましょう。はい、というわけで次の方見ていきたいと思います。